iPod Classic, iPod Classic, iPod Classic は Apple が発売していたハードディスクドライブ内蔵型デジタルオーディオプレイヤーである。この項目では別モデルとして発売された iPod Photo も扱う。iPod ファミリーの源流となった製品であり、第5世代までは単に iPod という名称として発売されていた iPod Mini iPort Nano な,など多くの派生製品の登場に伴い、第6世代以降はこの名称への変更を受けている。iPort 以前の MP3 プレイヤーとしては、1998年に世ハイ,インフォメーションシステムから発売された u ッ p m a n 1999年にダイヤモンドマルチメディアから発売されたリオなどが損した。だが u ッ p m a n は音源データを パーソナルコンピュータのパラレルポートから転送する形式を取るなど不便さが存在しデータ作成時の著作権に関してはアメリカレコード協会との間で訴訟発生するなどの事態もあったその後も同様のポータブルオーディオが発売されたが国ごとに解釈が異なる圧縮音源の著作権問題も絡み広くは普及していなかった アップルは圧縮フォーマットとして著作権保護の仕様がある AAC を用い業界内との協議を経た上で同意を得て2001年に独自のインターフェースを持つ同機種の発売に至った。転送、管理ソフトには既存のメディアプレイヤーだった iTunes が充当されバージョン2.0から対応している。全シリーズに共通する仕様として 上部に搭載された液晶画面と下部に配置されたホイール操作機構、磨き上げられた背面のステンレス筐体が特徴として挙げられる。また、第5世代までは光沢のある白いプラスチック筐体をブランドイメージにしていた。この四角と丸で表すことができる印象的なデザインはしばしば iPod シリーズのアイコンとして認識されいる。 シリーズを通して1.8インチハードディスクドライブを採用しており、同世代ではフラッシュメモリを使用した他の iPod シリーズよりもストレージ容量が多い。販売終了時点では iPod シリーズで唯一のハードディスクドライブ搭載機種であった。2014年9月10日に開かれた Apple ペシャルイベントの終了後、公式サイトの Apple トアでの取り扱いがなくなり、 各メディアにおいて販売が終了したことが報道された。これにより2001年から続いた特徴的なスクロールホイールを搭載したすべての iPod がラインナップから姿を消したこととなる。2001年10月23日に発表2001年11月17日に発売399ドル。キャッチコピー。 選曲の音楽をポケットに入れて持ち運ぶに 5GB のハードディスクドライブを搭載した。評論家は発売当初単価を告評したが、iPod は市場内ですぐにヒットすることとなる。本体の重さは 185g、コントローラーにはスクロールホイールが採用され、実際にドーナツ型の部分を回す仕組みだった。初代 iPod はマッキントッシュ専用で、 Windows には対応していなかった。その後2002年8月には299ドルに値下げされるとともに、Windows 用が追加された。2002年3月21日には 10GB モデル、約2000曲、499ドルが発表され、カレンダーアドレス帳等の同期も可能となった。全面寸法は最新モデルまで、 ほぼ完全に維持されており、カセットテープと全く同じ大きさである。2002年7月17日のマクワールドで発表された第2世代 iPod は容量が 10GB、約2000曲及び 20GB、約4000曲となり、初代の機械式スクロールホイールに代わって、タッチホイールと呼ばれる指でなぞったことを感知するサナプティックス社によるタッチセンサーが採用された。 ただし、ホイール周囲のボタンは、機械式のままである。新しい東芝社製ハードディスクドライブの搭載により、2 0イトモデルは、厚さと重さで、初代モデルをわずかに上回ったが、1 0イトモデルは、薄くなった。また、5イトモデルが36,800円、299ドル、1 0イトモデルが47,800円。 399ドル、そして 20GB モデルが59,800円、499ドル、と、第1世代に比べ同容量分ではそれぞれ、値下げとなった。この世代で、初めて Windows に対応し、パッケージは OS ごとに、マッキントッシュ用と Windows 用の2つに分けられていた。2003年4月28日発表、当世代は、 10GB モデルが36,800円、299ドル。15GB モデルが47,800円、399ドル。そして 30GB モデルが59,800円、499ドルとなり、第2世代に比べ同容量分でそれぞれ値下げとなった。2003年9月には 15GB モデルを 20GB 約5000曲に、 30GB モデルを 40GB、約1万曲にそれぞれ改定したものの、価格の変更はなかった。あとに 10GB モデルも 15GB へ改定された。パッケージに、Windows 用、m a c i n t o s h 用の区別がなくなったのはこの世代からで、ある。第3世代、iPod では、FireWire コネクタの代わりに、より薄く平らな形状をした、専用の、 ドックコネクタと呼ばれる30ピンコネクタが採用された。これは同時に導入した新しい iPod ドックにうまく接続できるよう導入された。299ドルで販売されたモデルを除くすべての第3世代 iPod にドックよび iPod を収納するケースが同梱された。この世代から USB 接続での利用が可能に。 なったが、この時点ではまだ iPod の充電には6ピンのファイヤーワイヤー端子、またはファイヤーワイヤー端子を持つ iPodAC アダプターへの接続が必要となる。従来、ホイールの周囲にあった再生などの機械式ボタンは、ホイールと画面の間に横一列に並べられ、ホイール中央のボタンと共にタッチセンサー方式に改められた。 これらのボタンは指が触れたことを感知し、画面のバックライトが点灯している間はボタンがオレンジ色に光るがこれはこの世代のみの仕様である。2003年10月17日、パソコン上のオーディオデジタルデータの管理及び iPod への転送ソフトとして好評だった iTunes の Windows 版が発表された。それまでサードパーティー製の転送ソフトを利用していた Windows ユーザーも ここで初めて iTunes と iPod の連携による使い勝手の良さを実感でき、この後の飛躍的な売上増加に貢献した。アップルは2004年7月19日に第4世代 iPod を発表した。スティーブ・ジョブズは自らがニュースウィーク氏の表紙の被写体となるという新しい広報手段の中でそれを発表した。旧モデルからのわかりやすい相違点として、 iPod mini で採用されたクリックホイールの導入がある。これはタッチセンサーに機械式スイッチを組み込んだもので、これ以降のホイール式の iPod、iPod なのは全てこの操作方式である。これにより第3世代にあったホイールと画面の間のボタンは廃された。Apple は新しい iPod がソフトウェアの改善によってより効率的にバッテリーを使用できるため、 バッテリー持続時間が12時間に伸びたと発表した。他の小さな改良点としては、トップ階層のメニュー上にシャッフルソングスのオプションを追加してユーザーの便宜を図ったことが挙げられる。それ以前の iPod でも同様の操作ができるよう改善してほしいというユーザーからの多数のリクエストに応えて、Apple は2005年2月23日に 1G から 3G の iPod 向けに その新しいメニュー項目を課するファームウェアアップデートをリリースした。当初、第4世代 iPod は旧モデルと同じくグレースケールのディスプレイで写真表示機能を持たなかった。また、20GB モデル32,800円299ドルと 40GB モデル42,800円399ドルの2種類が存在した。 しかしアップルは 20GB モデルの販売に注力するとし2005年2月に 40GB モデルの製造を中止した。グレースケールの第4世代 iPod は第3世代 iPod よりわずかに 1mm 弱薄くなり USB 接続によるバッテリー充電機能が採用された。2005年6月には iPod フォトとの統合により グレースケール液晶はカラー液晶へと変更され、連続再生時間が約15時間になった。2004年10月28日に発表された i p o d t 六万五は65,536色、220、X176 ピクセル画面が特徴であり、JPEG、BMP、GIF、TIFF および PNG 画像を保存かつ表示することが可能である。 標準的なグレースケール4 g i p o トより 1mm 厚い1 8 1 g i p o r フォトはバッテリー持続時間が15時間であり当然ながら音楽も再生できる i p o トフォトのオリジナル版は 40GB 約1万曲モデルが54,800円499ドルそして 60GB 約1万5,000曲モデルが66,800円 599ドルで提供された。2005年2月23日、Apple は 40GB モデルを廃止して、低価格 30GB モデル38,800円349ドルを発売し、60GB モデルの価格を値下げ、49,800円449ドルした。しかし、初期 iPod トフォトと異なり、 低価格 60GB 及び新しい 30GB モデルには、ドック、ファイアーワイヤーケーブル、キャリングケース、または AV ケーブルが付属していない。アクセサリーはおおよそ120ドル相当である。2005年6月28日、主要な iPod 製品のディスプレイをカラー化して、Apple は iPod および iPod、フォト製品を統合した。 統合後の 20GBiPod は前、グレースケールバージョンと同じ価格、32,800円、299ドルであり、能力は iPod フォトと全く同一である。60GBiPod フォトの価格は49,800円、449ドルから45,800円、399ドルへ値下げされ、 349ドルの 30GBiPod p o d o m トモデルは廃止された。新しい製品のラインナップ提供のほかに、Apple は iTunes をバージョン4.9へアップデートさせた。このアップデートにより、iTunes および iPod にポッドキャスティング機能が追加された。iPod 上の画像整理には、マッキントッシュ上では、リフォートのアルバム機能を使用できる。 イホートは、アイライフソフトウェアスイートに含まれており、アイライフはパッケージ製品がある他に新規購入、ハードウェイに付属している。イホートを使わない、ユーザーの場合や Windows 版、iTunes ユーザーの場合は、Adobe Photoshop Elements 等のサードパーティー製ソフトウェアを使用するか、同期に使うフォルダを決めて、Finder や Explorer ーー等で整理する必要がある。 この違いはユーザーに負担を少しかけることになる。2005年6月28日、Apple は iPod に USB ケーブル及び USB 接続の AC アダプターを同梱した。人気のあるオプションアクセサリーにはドック、好みで標準の USB 接続の代わりとして使えるファイライアケーブル、テレビなどに画像出力ができる iPod AV ケーブル及びドックコネクタに接続して、 デジタルカメラの記憶装置からコンピュータを介さず、iPod に直接画像を転送、または表示するため、iPod カメラコネクタがある。2004年10月28日に、Apple は、iPod U ニスペシャルエディションと呼ばれる 4G、iPod20GB のブラックレッドエディションをリリースした。38,800円、349ドルで小売りされた。 このモデルの特徴は赤色のクリックホイールとロックバンドの U2 のアルバム How to Dismantle an Atomic Bomb と同じ黒色の表面色また背面にレーザーで彫刻されたバンドメンバー全員のサインである U2 の音楽の400曲以上がメガマのザ・コンプリート u ニというデジタルボックスとセットが売り値の50ドル引きになるイトゥンミューザックストアクーポンも含まれる 2005年6月28日、iPod および iPod、フォト製品の統合を発表すると同時に、Apple は36,800円、329ドルに値下げした iPodUniSpecial Edition に、カラー画面および画像機能を付加した。2005年10月12日、第5世代 iPod の発売に伴い、販売終了となった。 2005年10月12日19時半頃、現地時、Apple は、第5世代、iPod をリリースした。30GB、音楽約7500曲、動画約75時間、連続音楽再生時間14時間、連続スライド小再生時間3時間、連続動画再生時間2時間34800円、299ドル、60GB、音楽約15000曲、 動画約150時間、連続音楽再生時間20時間、連続スライドショー再生時間4時間、連続動画再生時間3時間46、800円、399ドル。カラーは iPod なのと同じく、白および黒の2色をラインナップした。画面は 320X240 ピクセルクベが2.5インチカラーディスプレイを搭載し、m p e g ビデオ、 および H264 ビデオや写真を閲覧することが可能である。動画の転送には iTunes6 以降が必要である。動画閲覧に対応するため第4世代と比較すると画面が大きくなったのが特徴である。第5世代よりリモコン接続端子が廃止された。また、FireWire でのデータ転送ができなくなったほか、 バッテリーは 60GB については音楽連続再生時間が20時間になった。その他に外見的な印象としては厚さが第4世代の 20GB と第5世代の 30GB の比較では 14.5mm から 11mm へ、第4世代の 60GB と第5世代の 60GB の比較では 19mm から 14mm へと以前のモデルよりそれぞれ薄くなった。 また、アップルは iPod 用ように最適化された動画を iTunes ストアで販売している。スティーブ・ジョブズの会見によると、テレビドラマを放送した翌日に、それを iTunes ストアで有料で配信させる目的あり、米国ではテレビドラマ、ロストというエミー賞受賞のドラマを放送後の翌日に、売価1.99ドルで配信することを発表した。他にも、米国で放送された。 テレビドラマや、ショートアニメや PV を配することが予定され、今後は、映画などを配信を行うことが計画されている。ちなみに、日本版、iTunes ストアでは、PV と Pixar のショートアニメを販売する。開始当初の売価は1曲300円である。また、5.5世代との過渡期である2006年1月11日に、i p h o n ラジオリモートという名で公式サポートが、 リクエストされていた FM ラジオチューナー機能付き、ワイヤードリモコンが発表され、第1世代以降のナノ及び第5世代以降の iPod で FM ラジオ放送が受信可能となった。ドック接続式のアクセサリーで接続すると iPod の画面にラジオの項目が課され、チューニングが可能となる。米国とヨーロッパ標準では87.5、 メガヘルツから107.9メガヘルツの FM 局に、日本標準では76メガヘルツから90メガヘルツのラジオ局に対応しており、任意で地域を選択可能である。電源は iPod から供給され、アンテナはリモコン接続のイヤホンを利用しているために、リモコンにイヤホンを接続していなければ受信不能となる。RDS、ラジオデータシステムにも対応しているが、 日本の FM ラジオ放送では RDS を送信していないために放送局などの情報は表示されない。定価は日本では税込み5800円。2006年6月6日、Apple は第5世代 iPod30GB をベースとした iPodUni スペシャルエディションを発表、どうなのかに直営店での販売を開始した。赤色のクリックホイールと黒色の表面色を 特徴とし、裏の表面に U2 メンバー全員のサインが刻印されているなど、第4世代 iPod をベースとした全モデルの特徴を踏襲している。背面の金属部分も黒色という点が第4世代 iPod ベースのモデルとの外見上最大の違いである。価格は38,800円、329ドル。30分の iTunes Music Store 限定 U2。 ライブビデオを無料ダウンロードできるコード番号が付属する。2006年9月下旬には、第5.5世代をベースとした iPod というスペシャルエディションに置き換わり、液晶の輝度が60%向上したほか、キャップレス再生にも対応した。2006年9月12日、現地時、Apple は第5世代をマイナーチェンジした iPod を発表、発売した。 30GB と 80GB の2つのモデルがあり、ボディカラーは全世代機種同様に白と黒の2色。本体のサイズ及び重量は 30GB モデルでは全機種の 30GB モデルと 80GB モデルでは全機種の 60GB モデルと同じである。ディスプレイは全機種より輝度が60%増となった。連続再生時間は8 0イトモデルの 音楽再生時で約20時間、動画再生時で約6時間半。価格は 30GB モデルが29,800円、249ドル、80GB モデルが42,800円、349ドル。付け属する白いイヤホンのデザインが新しくなった、20から 20...00Hz 20。また、以下の機能は、 第5.5世代にて搭載されたものだが、第5世代でも iPod をアップデートすることで使用可能である。なお、2006年9月12日以降に発売されたすべての iPod パッケージには iTunes が同梱されていないため、iTunes がプリインストールされていないコンピュータから曲。 などを転送して利用するためは iTunes をインターネットから入手する必要がある。2007年9月5日、現地時、Apple は6代目の iPod として i p o d Classic を発表した。このネーミングについて、スティーブ・ジョブズはオリジナルのモデルには説明するための名前を付けていなったとしている。80GB、m b 0 2 9 j A メガバイト 147JA と 160GB、メガバイト 145JA、メガバイト 150JA の2つのモデルがあり、画面サイズや大きさ高さは全世代機とほぼ同じだが、厚さ 80GB モデルが 10.5mm、160GB モデルが 13.5mm と薄型化した。筐体前面は第3世代 i ポート とナノ同様のアルミ合金となった。カラーバリエーションは黒とシルバーの2色のみであり、第1世代よりアイポ d のイメージカラーだった白色モデルは姿を消しているが、シルバーは比較的白に近いカラーリングとされている。連続再生時間は 80GB モデルは音楽再生が約30時間、ビデオ再生が5時間、160GB モデルで、 音楽再生が40時間、ビデオ再生が7時間。価格は 80GB モデルが29,800円、160GB モデルが42,800円。同時に発表された第3世代 iPod など同様、新たにカバーフロー機能が搭載され、コンポーネント外部出力によるプログレッシブ出力が可能となっている。 また、iPod Classic を利用するための iTunes が Windows 2000に対応していないため、Windows 2000での利用は期待応となった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。